会津山の神、聞いてください。はぁ、観光 PR フェアということでたくさんの方いらしてますね。私も2回目のステージです。もう盛り上がっていきたいなと思っております。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。1回目のステージ同様とっても眩しくって私つぶきみゆ、これ本名なんですけれどもね、山水のつ、合図のつに風が吹くの吹くでつぶきって言います。福島県は、会津地方の隣の地域出身なんですけれども、矢吹町っていうところ出身なんですけれども、つぶきってこれ本名なんです。だから今日ねぜひ覚えていただければななんて思ってます。2015年18歳でのデビューでして、そのデビューをきっかけに、もともと機械インターネットとかなかなか得意な方ではなかったんですけれども、ブログとかツイッターホームページっていうのを作っていただいて今やっております。ぜひですね皆さん見ていただければなと思っております。今日は南会津ですからね、この本当に年に一度行われるわけなんです。私も楽しみにやってまいりました。デビュー当時からお世話になっているそんなイベントです。そしてなんと今年も南会津の地方にもお邪魔させていただいたんですけれども、その時にもそしてデビュー当時から大変
変お世話になっております。南会津町長、おほや町長さんも来てくださってます。町長さん、皆さんご注目くださいありがとうございます。本部の方にいらしてくださってます、ありがとうございます。いやー、お会いできるとなんだか一気にドキドキし始めましたけれど、あの演歌がお好きということで、あの私の曲も歌ってくださっていて本当にありがとうございます。すごく素敵なお声なんです。 よかったよってね、ファンの方が言ってくださったからすごく嬉しかったです。卵焼き、そうなの、今そうなんですよ、今あのお料理にちょっとハマっていて、で、まあ、今年中の目標がありまして、だし巻き卵、だし巻き卵を美味しく、そして素早く綺麗に作るっていうのがこれ目標にしてるんですね。これでなかなか難しくって、そのまあ綺麗に見た目はできるんですけど、こう包丁で切って断面を見た時に空洞ができてしまうんですよ。でこれどうしたらいいですかねなんて諸先輩方、五木ひろしさん、香西かおりさんとか素敵な皆様方がいらっしゃって、中村光子さんもいらっしゃって、でそんなあのスタジオの中こうやってね先輩方にお聞きしたら、なかなか空洞ができる方が珍しいって言われちゃって、あそうなんですかなんて喋って、でもなんかこうなんていうんですか、綺麗に、あ緊張してて あんまりよく覚えてないですけど、先輩方のアドバイスでもこう綺麗に巻いていくといいよなんては教えていただきました。だからまたチャレンジしていきたいなと思ってます。今日はですね、南会津のあの4つの地域集まってるんですね。南会津町、そして下郷町、只見町、日の江又村と4つの地域集まっていて、もうそれぞれの美味しい食べ物がたくさん並んでます。このステージに立ってでもこうね、ほんのりと風に乗ってその美味しい匂いつのが届いてくるんです。だから私食いしん坊なものでなんだかグーってなってる、ちょっと聞こえないですけどグーってなって始めましたけど、皆さんもね、あのステージ終わったらまだまだ最後まで続いてまいりますけども、召し上がりながら楽しんでいただければななんて思ってます。もう一曲、じゃあ昭和の名曲、このカバーアルバムの中からいきたいと思いますが、やはりこの令和という新しい年になって、皆様にもいつでも明るい気持ちで夢を持っていただきたいなと思ってこの曲選んでみました。いつでも夢をです。聴いてください。星よりひそかに雨より優しく、あの子はいつも歌ってる、声が聞こえる寂しい胸に涙に I'm not afraid.
てきました。皆さんのお声もありがとうございます。はいよありがとうございます。でも早いですよね、もう11月ですよね。今年の夏です。今年の夏もあの南会津の方さ、お邪魔させていただいたんですけれどもね、あのここにもたくさん南会津のギュッと魅力が詰まった看板がありますけれどもね、この知ってますか、こちらの花嫁行列、南会津のですね、会津田島祇園祭というとっても有名な歴史がずらっとこうあの歴史深いお祭りがあるんです。日本三大祇園祭りの一つにも数えられているお祭りがあって、私もデビュー当時からお邪魔させてもらってます。この間は私もこの花嫁の姿をして皆さんと一緒に行列と並んでこうやってチャレンジもさせていただきました。まあそれはそれは綺麗なこと、どうすっぺってほど綺麗なことでしたけどいやでも、まあ、それはね半分です、冗談ですけれどもでも本当に南会津の地域の皆様ってすごく本当にお人柄も温かくって、でいつもあのもうなんていうんですか、地域、私の出身地はまたふるさと福島、同じ福島でもちょっと離れてる場所なんですけれども、でもやっぱりあみゆちゃんおかえりなんて声をかけてくださって、それがすごく嬉しいんです。またお蕎麦も有名だし、いろんな食べ物が有名です。でお酒もこれ日本一ずっと連続で受賞されてます。たくさんたくさん魅力があふれるところですからね。今日は今日とそして明日と開催があります。で毎年お邪魔させていただいてますが、年々人が増えてるんじゃないかなと、なんかこうステージ立たせていただいてるとすごくね思うんです。だからこうやってまた私もご縁をいただけて嬉しいなと思ってます。ぜひこれをご縁に私つぶきみゆも覚えていただければなと思ってます。そしていつかは南会津のPR 大使も狙ってます。よろしくお願いいたします。ドキドキしちゃったさあそれではもう一曲盛り上がっていきましょう。私の師匠です、作曲家よもあきと先生の代表作なにわ節だよ人生は、ご一緒にお願いします。紅葉も始まってきましたね。すごく綺麗な景色です。さあ今日は南会津そして上野のコラボのイベントです。盛り上がっていきましょう。それよいしょ、はあ、女の女の
曲歌うとあずくなる。ありがとうございます。いやー、夕日になってきましたね。まだまだこの後のステージも続いてまいります。どうぞ皆様、そして明日も私の出演は、はいよー、ありがとうございます。で、私の出演は今日だけですけれども、明日まで続きます、このイベントです。ぜひ皆さん、もう2日間丸ごと堪能していただければなと思ってます。そしてまた来年もこうやってご縁をいただけるように頑張っていきたいなと思ってます。またこのステージで皆さんとお会いできることを楽しみに頑張ります。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは1曲最後にアンコール、ありがとうございます。よろしいですか？ありがとうございます。アンコールいただきました。私の新曲最後に歌わせていただきます。そしてちょっとその前にお知らせです。明日、もう明日です。なのだから、こう皆さんも覚えててもらえるかななんて思いますが、明日17日の日曜日夜の7時30分からは NHK の BS プレミアムで放送しております新 BS 日本の歌という番組に出演します。そして23日の土曜日朝はですね、日本クラウンのもう本当にもう神様のような存在でいらっしゃいますけど、北島三郎さんの番組です。サブちゃんと歌仲間という番組にも出演させていただく予定です。ぜひテレビの方でも皆さん見てくださいね。よろしくお願いいたします。さあ、それでは続きの最後の一曲です。見てください。新曲アイズを舞台にしました大好きな一曲です。道のく恋桜、聴いてください。恋桜。